ひろみでございます。私ですね、今日はですね、何をするかと言いますと、前にもちょっとね、言ったことがあるんですけど、僕ちょっとね、学校をね、大人の遊びの学校っていうのを、そこの予定地というね、草ぼうぼうだったあそこをですね、ちょっと今日は草刈りをしようじゃないかということでですね、まあこんなね、こういうのをねしょってですね、ちょっと天気もいいので、まあ、冬になる前にね、ちょっと草全部買っときたいんで、今日はそんな草刈り作業を皆さんにですね、お見せをいたします。本当に今回だけは興味がないというね、そういう動画になっております。よろしくお願いいたします。どうぞ。それじゃあですね、もう完全防備でですね、こんな感じで、ちょっと草刈りを始めたいと思います。もう結構ね、手強そう。これは大変まあ今日はちょっとまたしもべを呼んでますので、今日やってみるけど、これはなかなか太刀打ちできねえな。もう何十年も多分このまんまずっとこうやってやってたのっぱらですから、そう簡単にはいかないっていうね。しもべを呼ぼう。なんとですね、しもべたちはですね、私の後輩、お坊さんが、お坊さんのところの若い衆とみんなだからね、坊主なんです。なんかそういう人たちが今日来てね、これも修行だとね、ちょっとやり口考えます。
今3分の1ぐらい多少枯れたかな。聞いて、もう少しここで完成という。ちょっと行ってみます。ということで、一応草刈り、とりあえずの草刈りは終了ということね。ここからこの草をまた処理して、また一回もう一回これ掘り直してね、また何かやるということでございます。はい、誰も興味のない草刈り動画ありがとうございました。